この項目では、2009年シーズンの J リーグディビジョン2について述べる。2009年シーズンの J2 のクラブは、以下の18クラブである。J リーグディビジョン1 7位東京ベルディと18位、コンサドーレ札幌が2007年シーズン以来に、シーズンぶりの J2 降格。また、前シーズンの日本フットボールリーグで好成績を収めた、栃木 SC カターレと山。 ファジアーノ・岡山が J リーグに加盟し、新たに J2 リーグへと加わった。J1 リーグと同様、3月7日に開幕、12月5日に閉幕、J1 リーグとは違い中断期間を設けず、全51節が行われた。リーグ序盤戦は、c 大阪と湘南が主位争いを展開。それを甲府が追う展開となり、開幕ダッシュに失敗した。 仙台もクラブ新記録の7連勝を挙げるなど、追い上げを見せた。昇格争いは、C 大阪、湘南、仙台、甲府がひしめく混戦、4強状態のまま中盤戦に突入した。中盤戦以降では、東京 V、水戸等のクラブが追い上げを見せるも、終盤まで続かず、失速。一方、開幕ダッシュに失敗したトスが、ハーフナー、マイクや山瀬幸弘などを、 シーズン途中に補強し、4強を射程内に捉えるほどの追い上げを見せた。4強では、C 大阪が頭一つ抜け出し、仙台が安定した結果を残す一方、勝ちきれない試合が増えてきた甲府と湘南が3位争いを展開した。第48節で、C 大阪と仙台が3試合を残して昇格を決めると、最後の1枠を甲府、湘南が争う展開となった。 最終節まで残り一つの昇格枠と優勝決定は持ち越された。最終節では3位につけていた湘南が水戸にに失点を期するも逆転し、熊本に勝利した甲府を振り切って3位を確保。逆転勝利で11年ぶりの J1 復帰を果たした。仙台は愛媛戦で引き分けに終わったが、新大阪が突戦で後半アディショナルタイムに同点。 逆転団を喫して敗退したため、仙台が J2 初優勝を果たした。なお、J2 降格組の札幌と東京 V は6位、7位に終わり、1年での J1 再昇格はならなかった。J リーグ2部制に移行してからは2004年シーズン以来5年ぶりに降格1年目のチームの昇格がないシーズンとなった。一方、会では、 J2 昇格1年目の栃木と岡山が苦戦し、栃木は17位、岡山は最下位の18位に終わった。富山は一時は9位につけていたが、第3クールに入ると失速し、13位に終わった。横浜 FC は序盤は最下位に沈んでいたが、栃木と岡山を引き離し、16位に終わった。また、福岡はクラブ史上最低順位となる11位に終わった。 徳島は3年連続再開だったが、前線して9位と10位に上昇した。最終更新は2009年12月5日の試合終了時出展。J リーグデータサイト順位の決定基準。1、勝ち点2、得失点差3、得点数。2009年12月5日出展。J リーグデータ。ありがとうございます。